ギャレス・ジェームズ・エドワーズはイギリスの映画監督。2010年に制作したモンスターズ・地球外生命体で広く名前を知られるようになった。ボリックシャーヌニートンに住むウェールズ人の息子として生まれる。幼児期にスター・ウォーズを見たことをきっかけに映画制作の道を歩むようになったという。ユカ芸術大学で映像学を学び、1996年に卒業した。 2012年には、同大学から、名誉芸術賞を授与されている。ローグワン、ジャパンプレミアに出席するギャレス・エドワーズ、ディエゴルナ、フェリシティ・ジョーンズ VFX クリエイターとして、BBC やディスカバリーチャンネルの作品を手掛け、英国アカデミー賞を受賞するなど成功を収めた。2008年に、BBC 制作のドラマ、ウォリアーズ歴史を動かした男たちを監督し、 250もの視覚効果をすべて自分自身で担当した。また、同年には、サイファイチャンネルの48時間映画コンテストにて、スタッフなしで俳優を一人だけ起用して、短編映画を制作し、グランプリを受賞した。この経験は、モンスターズ、地球外生命体制作の際に活かされた。エドワーズは、既製品を活用して、 同作のために特殊効果を作り出し、映画に起用した俳優は2人、スタッフは5人のみだった。映画は低予算映画ながら、多くの批評家や映画監督から賞賛され、第13回英国インディペンデント映画賞にて3部門を受賞し、第64回英国アカデミー賞にもノミネートされた。モンスターズ、地球外生命体の成功により、 レジェンダリーピクチャーズなどハリウッドの大手映画会社のプロジェクトに呼ばれるようになった。その結果、2011年1月にゴジラシリーズのリブート映画、ゴジラゴジラの監督に抜擢された。その後、2016年公開のスターウォーズシリーズ初のスピンオフ実写映画、ローグワン、スターウォーズストーリーを監督することになった。二0十六年五月には小規模作品に取り組む。 ために、ゴジラキング・オブ・モンスターズの監督を降板した。ありがとうございます。